様こんにちは。こんにちは。湘南 AGA クリニック大阪院の看護師と院長の斉藤です。よろしくお願いいたします。それでは本日のテーマです。自己抜毛症のとの戦いについて、自己抜毛症ってね、聞いたことあるかもしれませんけども、自分で、ね、毛を抜いちゃう癖というか、一つの精神疾患って言われてはいるんですけども、あるんですね。で、思春期頃の女性にが多いんですけど、いわゆるなんかこう考えながらこう毛を、ね、抜いたりとかしてね、で、しちゃうんですね。で、爪がトリコチロマニアって言います。で、すごくやっぱりね、自分では意識してないんだけど、こう癖でやっちゃうというか、いう状況になるので、自分でなかなか止められないんですよね。で、毛根に関して言うとですね、いわゆる成長して頑張って分裂してこう活動している、ね、成長期にある毛根ですね、毛をね、物理的にこう引っ張って抜いちゃうと毛根の細胞自体すごく、ね、ダメージを受けるんですね。で、次生えてこなくなったりとかね、次生えてきてもこう弱い毛しかこう作れないとかですね、そういう状況になってしまうんです。で、治療法はね、やっぱり神経科の先生とやっぱ相談をしながらっていう方も見えるし、それから年齢とともにだんだんと治ってきて、ね、程度の軽いうちに癖自体が治ってきて、でやめちゃって大丈夫っていう人も見えますよね。ただやっぱり深刻な人なんかは本当にもうガサッとこうないとかですね、そういう方はたくさん見えるんです。で、そういう時は治療はですね、一つはやっぱ植毛術になるんですね。で、後頭部の毛でね、その自己抜毛症の影響がないところですよね、そこから毛根を採取して、で、増やしたい場所に移植するですね。で、そういうことをやらないといけない人もね、非常に何て言うかな、自分ではちょっとコントロールできなくて、ベースにはね、いろいろな何て言うかストレスがあったりとか、悩みが、ね、ある方がほとんどなんですけど、自然には治るって一番いいんですけど、最終的に僕らのね、ところに相談に見えて、で、食物術っていう方も見えます、うん。ただね、一例だけですね、トリコチロマニアね、治ってない方はね、食物はやってはいけないんですね。で、一度だけね、植えた直後にね、帰る時にトイレでもう塗っちゃったってそう人見えるんですよ。だからトリコチロマニアが一応薬としてはもう治ってしまって、で、もうそういうねことしないっていうのが条件で植毛術の一つ手としてはありますので、ね、もしそういう、ね、過去があってで悩んでる方見えたらですね、ぜひご相談に、ね、来ていただくといいかなと思いますね、はい。そうですね、ちょっと女性の方とかで、ね、結構、ね、自発毛症で悩んでる方とかは、ね、ちょっと通いにくいかもしれないですけれども、お気軽にご相談いただければ、ぜひ相談に来てみてくださいね。はい、はい、よろしくお願いします。今日のね、お話はこれまでで、また次回お楽しみにしてください。よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。